皆さんおはようございます。おはようございます。本日は IWCQ2016 ファイナルデイ2、ライオンゲーミング VS アルバスノックスルナの試合をお送りしております。ゲーム1振り返ってどうですか？やはり予想通り1試合目からかなり熱いゲームでしたね。 ANX としても負けてしまったものの、やはりブランドのアイテム次第では本当に分からなかったかなというような接戦でしたからね。ただこの後のドラフトでこのブランドをバンされてしまった場合、さらにバードもバンされてしまった時に ANX がライオンゲーミングに対してついていけるのかというのが一つ心配ではありますね。それほどでしたか、やはりやはり。先ほどのゲームでのリックイード選手のブランドはかなり特に集団戦で大きな役割を担っていましたよね。レーニンこそ序盤ローテーションのところであまりうまくいかず、逆に自分たちを苦しめるような展開作ってしまいましたが、それでも集団戦であれだけのパフォーマンスを見せたというのは素晴らしかったですね。バンされたら何が出てきますかね。まあ、やはり今までのピックでいうとタリックが出てくるのが一番可能性としては高いかなとは思うんですが、それをピックしてどこまで戦っていけるかというのはちょっと1試合見てみないとわからないですよね。まあ、またドラフトが少し変わってきそうですかね。ライオンゲーミングとしては先ほどシェン、ブラッド、バードをバンしたということで、まあ、どれを開けてくるかというのも非常に気になりますが、まあ、可能性としてはシェンあたり開けてくるのは十分考えられるかなというような感じはありますね。なるほど。では、そのドラフト気になるんですが、その前にですね、また動画があるということです。次はですね、予選ラウンドのベストエスケープトップ5、逃げるやつですね。そうですね、になります。では見てみましょVai ser ele. Ah, não, porque ele agora cancelou. Ah, ele tá indo pelo Rio, na verdade. Já deu as caras aqui o Stays. Vamos ver se consegue se defender o Yang. Corrida das sombras também contra ele. Pode utilizar ultimate. É mais pra ganhar tempo e colar os dois jogadores. Tenta agora também sobreviver com o Flash. Foi pra cima, Stages. Tem que utilizar seu Q se quiser eliminação. Fica na frente dos Minions. E olha, é troca aqui. O Roll, ele até se reposicionou de uma forma que ele foi em direção ao lado vermelho. Agora fator claro. Chega também o Swiffer. Pode garantir eliminação. Lindo! Flash do Roll! Consegue também agora lentidão no Swiper. Será que ele sai vivo? Jogou pedra, pegou do Minion. Que jogada sensacional, Tichinha! Lockers traz os jogadores. G-Roll também vai se complicando. Odd foi ali aprisionado. Yang não quer parar, não. Falou, quero voltar pro jogo, sim, senhor. Odd se complica. Olha essa jogada do Jogster. Sacrifica com a eliminação. Quem fica com ela? Vai tentando ir pra cima. Tem Yang, tem Jogster. Utiliza o casulo. Utiliza do Minion o rapel e consegue sair vivo. Iniciou pra cima do Mikan, a situação é complicada, remoto vai tentar o desengage, sensacional! O Mikan vai tentar sair ainda, permanece vivo, o remoto tem escudo de corpo, proteção pela cura, o Mikan vai tentar sair, a situação é complicada, revolta pra cima deles, segurando todo mundo, revolta ao resgate! どうでしたか？デボルタ選手のおごり、完璧でしたね。あれ、やっぱりミカオがベストエスケープなんで、多分ミカオだと思うんですけど、あれ、レボルタすごいですレよね。ボルタ選手、完璧なウルトでしたね。あと、やはりエコーのエスケープというのが2つシートして挙げられていましたが、もうあの逃げ方されると相手としては本当悔しいですよね。まあ、チャンピオン性能があるのに、やっぱりランクインしやすいのかなとは思いますが、それでもよく逃げますよね。特に4あベスト4のやつなんかは一度上側に逃げるのかなと思ったら、スキルがないのをしっかりと把握してから無理やり相手の間を抜けて逃げていくようなシーンもありましたからね。あと、レクサイの範囲やの巧みなトンネル使いもちょっと面白かったですね。あれすごいですね。あれ、誰が逃げるんだ、誰が逃げるんだろうって言ってたら、一番最後の最後にススーッとね、決めてましたね。レクサイもまあ、ああいうのが強いチャンピオンですからね。まあ、逃げてるんですけど、その逃げることによって、やっぱり相手の何かしらをくじいてる動きですからね。はい、まあスーパープレイですよね。
ベストエスケープトップ5ということでした。それでは次のライオンゲーミングとアルバスノックスの、ゲーム2の話に戻りましょうか。はい、ドラフトどうなりますか。さっきのバント変わってきそうですか。一つ相手にブランドを使わせてそれでも勝ったライオンゲーミング、かなり大きな1勝だったとは言えるものの、ただリックリト選手のブランドに対してレーニングで真っ向から崩したというようなゲームではなかったですよね。アルバスノックスルナから外していきましたよね。アルバスノックスルナがライオンゲーミングが途中でスワップしてくるんじゃないかという読みでトップレーンに向かったのが、結果としてかなり悪い状況になってしまった。それのおかげでライオンゲーミングとしてはあのボットデュオ等の対決を一気に回避することに成功した。ただそれでも集団戦でのリックリート選手とブランドのパフォーマンスがすごかったところを考えると、2ゲーム目ではバンをして相手のそのなんて言うんでしょう、一つ勝負のなんて言うんでしょうね、望みとでも言うんでしょうかをバンで奪っていった時に、それでも ANX が自分たちが自信を持って使える構成があるのかどうかというのが次の試合では非常に重要となってきますね。なるほど。ライオンゲーミングサイドへのアルバスノックスルナの番はどうなりますか。やはりカシオは渡すのは非常に危険ということで、ただ次は ANX があのファーストピックの主導権を持っているので、ファーストピックで取り上げるか、もしくはファーストピック陣を ANX としては取っていきたいというのも非常に考えられるので、その場合であればもうバンしてしまうというのは考えられますね。今までブルーサイドだと、ANX はカシオペアとシビアはいつもバンしているわけですから、またバンでもいいのかなという気もしますけれどね。今回はそうですね、やはりバンしていくのが一番安定ですよね。先ほどのカシオのプレー3対5でも逆に一瞬の隙をついて仕掛けていって集団戦でイーブンに持ち込むというようなシーンもありましたからね。やはりも取らせるのはかなり危険と言えますね。あとあの ANX が仕掛けて仕掛けて何度もやってもアルセのタムケンチに守られるシーンが何度もあったじゃないですか。あれどうしますか。プレイスタイルとしてはでも ANX はああいう形ですよね。いつもはですよね。でそれに対してタムケンチ刺さってませんか。自分たちからかなり攻撃的に仕掛けるのに対してタムケンチ非常に機能はしていたんですが、ただ対抗できないとまでは、今のゲームでは言っていなかった印象だったので、もちろん先に取れれば取ってしまうだとか、ブラードやバンがバンされた場合に取れるのであれば取ってしまうというのも考えられますが、候補としては少し低めでもいいのかなというような印象ではありましたね。ああなるほど。逆に自分たちがあれも使うのはもったいないですか。そうなんですよね。リックリート選手にタムケンチを取らせるというのはバードブランドが消えていれば十分ありだとは思います。ただその2チャンピオンが相手まで取っていくというのは一つ自分たちの強みを生かせないような形にもなってしまいますからね。やはりそうなると、順位としては低めな扱いになりますかね。はい、あと今回ライオンゲーミングはファーストピックでナーを抑えましたよね。どうですか、対処できてたと言えますか。 ANX は先ほどのゲームを見る限りではそのボットレーンで ANX が有利を、捨てる結果になってしまった反面、トップでは取ることができていましたよね。もう一度 GP が空いているのであれば、開けてもいいのかなという感じはありますが、ただここもやはり ANX ファーストピックのアドバンテージ持っていますからね。どちらかといえばライオンゲーミングがバンしていくんじゃないかなというような感じですね。あもうバンで対応した方がいいですか。ナーをバンしますか、 GP をバンしますか。今度サイド権の選択がまた今行われているはずなので、どっちがサイドなのかまだわからないんですけれども、そうなってくるとそうですね。そうなんですよ、サイド権の選択権が交互にあるので、もしかしたらこの後アルバスノックスルナがブルーサイドではなくレッドサイドを選択する可能性もあるんですよ。ただやはりドラフトで優先順位がかなり固まってきているとは思うので、両チームともここは ANX どうでしょう。 おそらくブルーサイド選んでくるとは思うんですけどね。ブルーサイドになりますかね。やっぱり
それかもしくは先ほどのドラフトではある意味ナーを取らせることによってジントグラガスを取りに行くようなドラフトを ANX は見せていたので、うん、同じような形で一つ魅力的なチャンピオンをあえて残してそれをファーストピックで無理やりライオンゲームに取らせることによって他の自分たちが取りたいチャンピオンを2つ取っていこうというような狙いを見せてくるかもしれませんね。そういう可能性も十分あると。まあアルバスノックスナーとしてはここは何としても一つ返したいですよね。やはり2つ連取されてのもう後のない3ゲーム目というのはメンタル的にはかなり辛いものがありますからね。しかも3試合目はライオンゲーミングに選択権が移るわけですよ。ここは是が非でも ANX としては一つ返していきたい場面、やはりキーとなるのはライオンゲーミングがサポートに対して どれだけパンを使ってくるのか、空いた時に ANX が どのようなピックをしてくるのかというところでしょうかね。そこの勝負になるんですかね。やっぱりやはり両チームともボットレーンが一つ肝となってますからね。ここで強いチャンピオンを自分たちは取って相手には取らせないようなドラフトがもしできればかなり大きいと言えますね。先ほどの試合ではホワイトロータスアッシュでしたね。そういえばルシアンではなかったですね。やはり一つはタムケンチを早いタイミングで抑えたということで、タムケンチとルシアンであればジンブランドに対してはかなり耐えるのは厳しくなってしまいますからね。あ、なるほど。そもそもタムケンチはレーン 2V2 のところ、まあ、もしくはサポート同士の 1V1 のところでもかなり、まあ、不利を負いやすいチャンピオン、それに加えてレンジ差で負けているルシアンまでピックしてしまうとというようなところだったんじゃないでしょうかね。あ、それを加味してアッシュにしたと、はい、ただやっぱりホワイトロータスがゲームを中盤特に作ってましたね。アッシュのアローの精度本当に素晴らしかったですね。ボットレーンからあの距離を当ててるっていうのは久しぶりに見ましたね。しかも当たった結果それで終わるんじゃなくてつながりましたよね。当たった対象もリック・リード選手ということで、まあ、どこまで狙っていたのかというのは分かりませんが、ベストな当たりになりましたよね。ベストですか、あれが。あれがベストでしたね。あれがまた違うチャンピオンであればダメージの出やすいリック・リード選手の逆襲というのも十分可能性としては考えられたので、まあ、実際集団戦のダメージすごかったですからね、リック・リードは。実際に何パーセント出していたのかというのは非常に気になりますよね。かなり気になりますよね、まあ、レートゲームになってもあまり失速そこまでしていなかったですしね。基本的には中盤以降は存在感どん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 下がってくるはずなんですけどね。さあ、そのゲーム2になります。 NX はブルーサイドを選択したようですね。そしてレッドサイドがライオンゲーミングです。やはりシビアオバンですか。そしてシェンと続きますライオンゲーミング。ということはカシオペオコデバンですね。さらにライオンゲーミングとしてはシェンをまたバンしてきたということで、どうでしょう、この後バードとブランドにバン枠一つずつは使えないですよね。うん、ブラッドミアをバンしました。そして ANX ラストバンはタムケンチ。あ、ここで消してきましたね。嫌がったようですね。ただそうなってくるとライオンゲーミングとしてもここはバードをバンせざるを得ないですよね。バードバンになりますか。サポートバンなのは間違いなさそうですか。リックリット選手にバードを渡すのは危険と言えますね。ちょっとアルティメットの後の Q なんかは久しぶりのせいで外してる感じもありましたけどね。おっと違いますね。マルザハール両方開けてきた。キラに対してのターゲットバンですね。ここは ANX としては一つ難しいところですね。バードをファーストピックで取れば、他にチャンピオン相手に有利なチャンピオンを取られる。ただ開ければおそらくライオンゲーミングこのファーストピックセカンドピックでバードを抑えてくるでしょうから。グラガスはどうですか。グラガスファーストピックで取ってもいいと思いますが、やはり ANX 優先するチャンピオンというのが陣が非常に高いんですよね。陣ファーストピックも十分ある。ナーもまだ空いてますからね。どうしますかね。ナー、ジン、まあ、バードこの辺りで一つ悩んでるんじゃないでしょうかね。ジン、やはりここは ANX としてはボットレーンアドバンテージを取る際の一つキーと考えているようですね。これでジン7回目ですかね。本当に空いていたら取るというようなイメージですね、このチームは。
IWC 通して2回しか他のチャンピオン使ってないんですよね、確か。そうですね。ここはなぁと、ただここでもまた一つバードを先に抑えるのか、ここで抑えなければ十中八九 NX は次のバードを取ってくると思うのでなるほど。さあ、ナーロックインからライオンゲーミングもう一つ何を取るのか。ナーはすぐさま決めましたが悩んでいますね、かなり真剣な表情で。グラガスかバードか、まあ、そのあたりですよね、悩むとすれば。そこの2つで1つ悩んで、おっと、先ほどバンされたブラウンを抑えますか。これ狙いは何になりそうですか。バードは渡すようですね。ライオンゲーミング、ブラームをピックした際にはルシアンをセットでピックしてホワイトロータス選手を 100% 生かしてくる見たことありますね、それ。まあもう何回も見てますよね、そのシーン。そうですね、あのジャングラーとかトップレーナーのアルティメットはいらねえよっていうあれですね。ただこの後バードもしくはブランド、まあ、NX がどっちを優先してくるかは分かりませんが、どちらかを取ってくるでしょうか。それに対してもやっていけるだけの自信がホワイトロータスこのとアルセ選手にあるということですよね。そうなりますね。さあ、グラガスとガングプランクを抑えたのは ANX です。ただ ANX ここまでジン、グラガス、ガングプランクとかなり OP と言われるチャンピオン3つとも取ってきてますよね。ブラームをこの2つ目のピックで取る必要があったのかというのは一つ疑問ではありますね。これでバードを先に抑える必要性なくなりましたよね。なくなりましたね。ここを開けて、まあ、例えばグラガスを取っていた場合 ANX としてもバードを優先的に取ってきた可能性非常に高かったですからね。ザックは先ほども見せていましたね。そうですね、オットルシアンに変えましたか。まあそうですよね、やはりもう先に取って、おー、ロックイン、ザック、ザック IWC 初登場ですね。というか最近本当長いこと見てませんよ。見てませんね。やはり強みとしてはレベル5以降のブッシュからのガンクであったり集団戦での、まあ、エンゲージ、そして攻撃へのダメージが魅力にはなりますが、ただジャングラー同士での戦いも強いわけではなく序盤のガンク性能が高いわけでもないということで、どちらかといえばファームタイプのジャングラーと言えるチャンピオンなんですよね。ここで一つライオンゲーミング、ま一生のアドバンテージを取ったライオンゲーミングからドラフトで仕掛けてきましたね。データが間違っていなければ、先日のですね NLCS のサマーのプレイオフで一度使われてはいますが、その試合は負けていますね、ザック。もうバードピックしてはしまったものの、ここ例えばアリスタなどのチャンピオンはザックに非常にカウンターとして機能するんですね。ザックが E で飛んできたのを見てから W を当てるだけでノックアップを止めることができるので、ただまあやはりリックリード選手の強みを生かすのであればバードですよね。 NX はバード、そして先ほど見していましたがアニビアを取りましたよ。これは狙いは何になりますか。アニビア、しかも先出しですけれども、これもかなり強気のピックですね。アニビアの強みというのはやはり中盤以降の火力、そしてダブルを使った、まあ、相手の動きを阻害するようなスキルとなっていますが、やはりこのチャンピオンも序盤は一つ弱みですからね。それを中盤でライオンゲーミングはとどめを刺してやろうということでしょうか。リサンドラピックです。これは一気に相手に突っ込んでいく、そして飲み込んでいくのをコンセプトとしたライオンゲーミングの構成となっていますね。対する ANX としてはどちらかといえばバランス型、相手がエンゲージしてくるのであればうまくさばきながら、さばききったら非常にダメージは出るチャンピオンが揃っていますよね。トップレーンちょっと耐えるレーンが NX としては多そうな印象がありますね。トップレーンとミッドレーンのところでは序盤は耐えるマッチアップと言わざるを得ませんね。その分ボットでどれだけアドバンテージを作っていけるのかというのが一つ肝とはなりますが、あとはジャングラー、グラガスをピックしている
四条選手がどこまでゲームを作っていけるのかというのが一番のポイントですね。ザックのジャングルってどうなんですか、序盤は。序盤は非常に体力を保ったままジャングル回っていくことが可能なんですが、ただやはりレベル5、まあ、E のスキルがレベル3までいかないと飛距離的にガンク決めるのが非常に難しいチャンピオンなんですよね。それを決めていけるのかですよね。まあ、何度も見せていましたから温めていたピックではあるんだと思いますが、完全に見せピックだと思ってましたね。ピックするわけないやろみたいな。まあ本当にティーモと同じような感覚で僕見てましたからね。まさかピックしてくるとはというところですか。集団戦ではパワースパイク的にはライオンゲーミング非常に速いチャンピオンが揃っているので、中盤で一つザックのエンゲージが決まり出すと一気に流れはライオンゲーミングが取っていくことにはなりますが、ただそこの壁を越えるにはまず一つ、おおすごい演出です。ちょっと今ね画面の方が乱れていますが今のデモ会場は盛り上がるんですね。うおピカピカしてるぜって喜んでましたけど楽しそうですね本当に。また何が起こってもきっと楽しいんですよね。さあそれでは IWCQ2016 ファイナルデイツ NX 対ライオンゲーミングの試合ゲーム2になります。やはりカメラはザックの方へ向かっていきますね。まあ注目ですよね。ザックというチャンピオン、レクサイと少し似たところもあって、地形を無視しながらガンクすることも可能なんですが、ただ ANX としてはまあそれも十分分かっているでしょうから、そのガンクしてくるポイントポイントにはしっかりワード刺していきますよね。スティージョスどうですか。グラガスを持った瞬間によくカウンタージャングルをするプレイヤーですけど、マッチアップ的にもカウンタージャングルは十分期待できるマッチアップとなっているので、それに面白いところから始めてますよね。ここはお互いの始める位置が異なっているというのは最近ではあまりありませんよね。これによってボットでの序盤のアドバンテージというのは ANX 側がやはり握ると言えますので、そもそも若干フリーのライオンゲーミングとしてはボットレーンどう立て直して、まあ、立て直すとまではいきませんが作っていくのかというのは非常に興味深いですね。これはブルーを取ってからのオディということですが、これはザックをブルーサイドから回らせる理由はあるんですか。一つ1レベルでの体力の削れを温存しつつ、回り方的には6キャンプ全て回ってレベルのブーストを狙っているようですね。なるほど。スーウィルウィンではライオンゲーム依然強いですね。 89% 2% アルバスノックスルーナ取り返しましたがまだまだ差はありますね。アルバスノックスルーナはリクリス選手とバード、おっと狙っているぞ。カウンタージャングルではない、ガンクを狙っている。止められるか。いや、ただここスティージョスもフラッシュは切りませんでしたね。ミッドレーナーのセイヤ選手とスティージョス選手の間での読み合いが発生していましたね。さあまずはガン決めていきましたが、どちらもサモナスプルは使わずです。序盤レーンに出ることが遅れた NX 側が少し引いたレーニングにはなっていますが、ただ一度レーン状況落ち着けばレベル差で ANX 側が有利を取っていくボットレーンとなっているので、ここをどう返していくのか、ジャングラーを絡めるのか、それとも自力でひっくり返していくのかというのは一つ注目ですね。ただ CS はしっかりと取ってますね。ライオンゲーミングは落としている様子はないです。むしろ ANX よりもちょっと上回っていますか。タワーにも押し込んでますね。さあぶっ飛びスライムから入っていきましたが、スマーフここはフラッシュを切って対応です。オーディの方が先にレーンへの影響を及ぼしてきましたね。ここのフラッシュを落とさせたということで、この後ライオンゲーミングが3分間は有利にトップレーン進めそうですが、さあマジカルジャーニーから狙っていくフラッシュコンドを使った。ただスネアはアルセに繋がっている。フォーカスは
ホワイトロースに絞っている。イグゾーストをリクリートに使って無理やり生き延びようとはしますが、ファーストブラッダーミラクル、やはり決めるぜリクリート。いやもう今のシーンはうまいとしか言いようがないですね。アルセリクリートにイグゾースト前使ったんですけどスタンが決まるかどうかのその判断というのが完璧でしたね。距離的にもタイミング的にもミニオンも来ていた状況なのでかなり難しい状態ではあったんですけどね。キラー1000に対して有利取っていますか。マナはありませんが帰らせましたね。ただここでは TP のテレポートの有利がセイヤ選手にはあるので、序盤のレーニングでは多少無茶をしたとしてもファーム差経験差つくことが高いです。さあオディ仕掛けていきましたがオレンジを食べてヘルスは回復しているが、ここはフラッシュがない、無理やり仕掛けていった。ジーラルもダウン、1ストレード。ただやはりこのウェーブでのロストという意味でジーラル選手、ライオンゲーミング側がアドバンテージを握ったと言いますね。オディにタワーを持たせれば復活がありますから完璧だったのではという気もしますが、ダメージ計算的にはもう少し余裕を持ってスマス選手を取れるというような計算だったんですが、ギリギリ耐えられましたね。ただ大きな CS 差は作れたと。さあリクリートまたしても動いている。気づくとミッドレーンにいますね本当に余裕ができたらレーンでの余裕ができたらファームさせておいて他のレーンもしくはマップコントロールに対して動いていきますね。アミラクルももうきっと慣れてるんでしょうね。サポートがよくいなくなるのはうちのチームはよくあることだと。ただしっかりとリックリード選手も自分がいなくなっても大丈夫なタイミングをしっかり選んで動いているのでリスクというのはほとんどない状況でのローミングにできていますよね。なるほど。やはりスティージョスグラハスだと非常に強気なんですよね。さあレベル6セイヤ仕掛けていっている。ただキラーには卵があると。さあ卵になったがこれ以上は繋がらないか。スティージョスとオディも戦っています。一つ次のキラー選手のパッシブが上がるまでセイヤ選手のアルティメットが上がってからの時間帯もう一度仕掛けるための布石のような動きでしたね。卵よりもさすがにアルティメットのクルダの方が早いですからね。はい、先ほどボットレーンでマジカルジャーニーを使ったガンクを成功させたことによってあのルートというのをライオンゲーミングのボットレーンは警戒しながらレーニングしなければいけないんですよね。さあオディぶっ飛びスライムか逃がっていったがリックリートマジカルジャーニー逃げる。そしてやってきたのはスタンで止めている。一斉大喜利さらなるスローリックリート追いつかせない。そして逆にスティードス反転だ。ホワイトローダスを仕留めていった。そのままスネアがオディにつながる。フラッシュアウトは選択した。なんとかフィナーレの範囲から逃げ延びはするものの1キル獲得は ANX。 リックリート選手の反応がいや本当に持たせてダメですねバード。また聞いてもいいですか。戦いたいですか。戦いたくないですもう戦いたくないです、さあブルーをコントロール狙っていますがどうだ。スマイトはオディが抑えましたがセイヤにブルーを渡すことができません。そしてそのセイヤを捕まえているのはキラです。リクリートも参戦。リクリートフラッシュはありませんが Q は届いていないか。さあ逆にオディ仕掛けていったキラ今度はフラッシュを切りました。そしてオディ仕留めましたがスライム状態です。殺し止めなければならない。 Q をスティジョスたっぷり持たせてはいますがあと2体倒せませんでしたか。 ANX とすればボットレーンは狙い通りしっかりとしたアドバンテージ気づいていますよね。逆にライオンゲーミングミッドレーンでのアドバンテージをカウンターピックリサンドル当てることによって狙ってはいったんですがここまでのところあまりうまくはいっていないということで展開的には ANX はかなり有利に進めていると言いますね。トップレーンスマーフは CS 差つけられてしまってますけどただ先ほどの小規模戦も絡んで2キル入っているのでゴールド的にはそこまで苦しくはないのかなというような感じですね。ライオンゲーミングとしては2度ガンクを狙っていたトップレーンからゲームを動かしていけないとこのままずるずると中盤まで進んでしまうとこのキラ選手の集団戦でのプレッシャーというのも非常に高くなりますからね。さあもう一度オディトップレーンスマーフにまたしてもフラッシュを切らせます。先ほどのパターンのデジャブであればこの後もう一度ダイブが待ってますからそれに対してスティジョス選手がしっかりと対応できるかが
重要になりますね。今度は手前のブッシュにはピンクワードしっかりと刺さってますし、スティージョスもしばらく待機しているようですね。さあホワイトロータス強気に仕掛けていきますが、逆にアミラクルのスキルショットがやはり非常にうまいスキルショット、そしてフィナーレ展開から狙っているリックリートはまあレベルをさらに一斉王家も使って狙っていく。ホワイトロータスヒーロー切ったぞ。スネアはギリギリダブル、しかしここでレベル6になった。超率であるぞ、捕まえているが届くか、トロッキー切るのか、いやここは立てるが スタンをガバしました。オーディーも寄ってきていましたが、NX のボットレーンやはり強い。ライオンゲーミングとしても自信を持っているマッチアップ、まあ、ルシアン・ブラームなわけですから、一つ装備が少しずつ整った段階で仕掛けてはいったんですが、ANX が取っているこのガングプランクというチャンピオンが非常に機能していますね。ほとんど先ほどの試合から必ずボットレーンに使ってきますよね。やはりこのゲームでもギャングプランクがボットへのカバーをして、ジーラル選手に倒られる前にボットで動きを作れるかどうかが ANX としては大事になってくる。まあ、ライオンゲームとしてはその逆で、ボットレーン自分たちから作ろうとはしているものの、やはりゲーム展開的には ANX がボットレーンの主導権握っているので、そこを耐えながらトップタワー狙っていけるかどうかの勝負になってますね。今キラガンクされましたが、セイヤのブリンクを壁で防ぎましたか。さあジーラー仕掛けているが、リックリートとスティージョスがさあマジカルジャーニーでやってきた。スマホを狙いたいがイグゾストでダメージが出ない、ダメージが出ない。スローが入る、フラッシングから無理やり仕掛けてはいったものの、ここはダウン、スティージョスのキルになりますが、ちょっとスマホもったいなかったか。あのプレーはもったいなかったですが、ただリックリート選手の使うブラームとバードの大きな違いがこれなんですよね。ボットレーンでのアドバンテージをできてもミッドまでしか広げられないブランドなのか、全体に広げられるバードなのかというといったところで、やはりブランド以上にバンしていきたいチャンピオンなのは間違いないですね。こういうグローバルな使い方をしてくるわけですね。勝率も上がっていますよ。ライオンゲーミングはかなりキラを狙いにいっているような印象がありますね。今も、アルセがミッドレーンサイドのワーディングをしに行きました。そろそろあのパッシブも上がりそうですから、どちらかといえばチャンスの多いトップレーンのジラル選手を育てる動きをした方が、まあ、安定ではありますよね。まずはタワーをトップのタワーを狙った方がいいということですか。理想はボットをひっくり返すのが一番いいんですが、難しそうですよね。ただかなり難しいですよね。何が要因なんですかね、このボットのひっくり返す難しいっていうのは。まず一つはガンク来る の予測するためのワードをしっかりとリックリート選手がさせているというのが1点と、あと ANX としてはボットレーンをあまり強気に押すのではなく、ボットのアドバンテージを今サイドに生かそうという動きをしてますよね。その分あまり前がかりにレーニングのポジションになっていないので、まあ、決めるのが非常に難しい状態にはなってますね。ガンクタイミングがないということですか。セイヤもテレポートを温存してるんですけどね、刺しに行けない。ただこの辺りの時間、特にブルーバフを持ってからアニビア相手にレーンプッシュすることができれば、セイヤ選手を起点にサイドレーンのセットアップ狙っていきますね。チャージから狙っていいぞ。いやここはやめましたか。視界も見えていますから、 ANX も余裕を持って下がっていましたね。オディ選手がボットへ飛んで、それをフラッシュでも避けられてしまった場合、ガングプランクのアルティメットも合わせて逆襲されるというリスクも一つあるんですよね。さあもう一度ミッドレーン狙っていきます。レッツバウンス入っている、アルティメット。ただここはキラーはなんとか逃げ延びたが、そして逆にスティージョスが刺していった。セイヤフラッシュアウト、お互いノーデッドです。キラーはクレンズを切りました。そして調律は当たっていないが、セイヤ手前に逃げさせられたぞ。フラッシュインからキラーのスタンはギリギリかわしている。どちらも繋がっていない。オディもう一度前へびっくりと仕掛けていく。フラッシュアウトでかわしている。マルチェイスは続くか。マジカルジャーニー一度引っ形になった。ジーラルがテレポートでやってきていた。キラーにスローがかかる。
ただここはスティージスもかわしている。スマーフがトップレーンからやってきていた。もう一度ジャンプで前、いやおごりで打ち落とした。オディ前に出れなかった。そしてヘラルドで小さくなったところを狙われている。一斉砲撃で無理やり勝利だ、無理やり勝利だ、間に合うのか、間に合った。スマーフのキレー、いや今スティージス選手のアルティメットすごかったですね。叩き落としましたね。ただちょっと一つ気になったのが、キラ選手がセイヤ選手のアルティメットをさばいて、そこにスティージス選手介入していきましたよね。あのタイミングでアルティメットを使ってもよかったのかなというようなシーンでしたが、一つ温存していきましたね。あそこで使ってもよかったと。あそこもうセイヤ選手のスキルはほとんどなかった状態なので、あのまま一気におごりで持ってきて倒しきるという方が、まあ、なんか一つスマートだったかなというような感じはありましたが。なるほど。まあ、それでもキルは作り、お、そしてキラ、これはソロキル。セイヤフラッシュもアルティメットもなかった、その隙を突かれましたか。キラソロキルです。特にキラ選手は今マナ装備に加えてワンドまで変えていますからね。さあ先ほどのリプレイです。ここうまくうまくセイヤ選手も避けたんですよね。ここお互いにかわしすぎですよね。いやなかなかこのままブレイクするかなとも思ったんですが、オディ選手が一つ無理やり仕掛けに行ったのがスーパーウルトですね。そしてヘラルドが俺のところに入ってくんじゃねえと。若干このスマーフ選手のアルティメットはオーバーキルのようにも見えましたけどね。まあちょっとヘラルドが邪魔でしたから、必ず抑えたいというアルティメットでしたね。さあもう一度狙っているが、さばききれるか。今度はアルティメットがある、クレンズもありません。今度はキラがダウンです。だから卵がある、卵がある。スティージョスがやってくる、スティージョスがやってくる。オーリーで無理やりオーディを剥がしたが、うん、イメージ通りにいかなかったが、ここはオーディがキラを抑えました。スティージョスはなんとか逃げ切れるか。スネアで捕まっている、飲みすぎ注意。自分を固くしながら逃げ延びたいところ。おっと内側にかわしていく、面白い逃げ方だ。ただこれ逃げる先があるのか。スローを与えながらなんとかなんとか時間を稼いでいるぞ。これ逃げれれば、おーうまい。ただセイヤも抑えていましたが、マナがないか。あと一発、あと一発ですが、いやここはホワイトロードスが寄っていましたね。今のシーンはフラッシュがないにもかかわらず、少しミッド周りでのワーディングが不十分でしたね。ネックス側今までセイヤさばけてはいたもののですよね。まあそこまでのシーンはフラッシュであったりとかクリーンズが万全な状態だったので、ザック あのノックアップを食らってもまあ大丈夫だろうというような状況ではあったんですが、さあボットレーンのところでも仕掛けて、これはリックリートが倒されたシーンでしょうか。おお、金色に輝いて浮かんでますね。ただそのままデッドです。この後ですね、ホワイトロードスたちが寄ってきたのは、なんでここで、え、そう、今のところでシジョ選手が敵ジャングルに対して逃げていったんですが、ボットでも戦っていたために、まあ、ライオンゲーミングのボットレーンは寄ることができなかったということですね。ただこのマッチアップでライオンゲーミングが今一つアドバンテージ取りましたよね。取りましたね。これはライオンゲーミングの、まあ、得意な形に一つ入ったんじゃないかなというような感じですね。はまりましたか。もう一つ続かないと断言はできませんが、基盤は作れた、あとはこれにどうやって積み上げるかみたいな状態ですか。 ANX としてもこのままボットレーンで、まあ、引き気味のレーニングをすると全体的には厳しい状況になりますからね。ただやはりオディも寄ってきてボットレーンを壊してやろうという形ですね。タワーもかなり削れていますが、スティージョスもやってきた。さあどうする。アルセは盾を張っている。 CC は繋がっていない。ボディスラムは避けています。チェイスは行いませんね。キラも寄る素振りを見せていましたが、ボットレーン一つ守れましたね。リコールホワイトロータス判断しています。オディはミッドレーンへ。やはりミッドレーンを中心に今のところ ANX 側にアドバンテージがある中で、ライオンゲームとしてはこのボットレーンが、でもボットレーンでマッチアップ勝てるとかなり希望が見出せることになりますよね。ただこのカウンターピックで当てに行ったリサンドラがまだ全くローミングの動きができていないというのもライオンゲーミングとしてはちょっと気になりますね。
トップレーンもスマーフはあれ以降 CS は離されてはいないようですね。うまくうまく立ち回ってファームはしっかりとできているようですね。そしてジャングラーはやはりボットレーンサイドへ。オディが今仕掛けていたようですがミラクルかわしていますね。今シティジョスとビックリートは何を行いにワードを置いていませんか。相手の森に入ってきましたけどね、ワード置かずに帰ってきたんでしょうか。まあ、やはり ANX としてもこのまま時間が過ぎてしまうとトップのジーラル選手にタワーを破壊されてしまうのでボットレーンから動かしたいんですが、まあ、相手のジャングラーの位置をしっかり把握していないと攻めるにも攻められません。かなり ANX はこう自陣サイドにしっかりとワードを置いていますね。さらにボットレーン、おっと仕掛けている調律でこれは2人が止まっている、アルセが捕まっているが後ろからこれはセイヤも来ていますね。さらにはジーラル、アミラクルうまく Q はかわしている、デッドはしていないがアルティメットがスティージョスに入っている。その間にセイヤがリックリートを倒しています。このアミラクル選手がリコールしている間にボットレーン狙えると非常に大きいですね。体力残り3割ですか。ただキラがいますよ。トップレーンのところではオーディがこれスマーフに仕掛けて勝っていますか。レッドオフがあることもあると思いますがワンモヤ勝っている。さあ無理やり飛び込んでいった、倒した、オレンジで回復はしている、回復はしているが、回復はしているが、オーディがソロキル、なんとトップレーナーをジャングラーがソロキル。リュウさん笑ってる場合じゃないですよちょっとなかなか見ることのできないシーンです強気にダイブしていってしっかりとキル取っていきましたからね。でも回復もあったんでしょうね。うん、ここでのダメージ交換では ANX 側が若干有利だったんですが、ここでセイヤ選手のテレポートが非常に機能しましたね。ここに来てやっと決まったというべきですかね。ホワイトロータスにキルが入るのは本当に怖いですよ。そしてトップレーンサイドのファーストタワー割れました。これでファーストタワーボーナスライオンゲーミングです。その間にクラウドドレイクをスティージョスが買っていますがアルセがちょっと狙ってますね。さすがに抑えます。次はインファーナル、ボットレーンも確保しましたか。これでライオンゲーミングが一気にゲームの主導権を握ったと言えますね。握りましたか。あとはどうやってこのキラ選手が守るミッドのファーストタワー取っていくかなんですが、非常に強力ですよねこのキラの使っているアニビアというのは。ただオディ選手の使うザックというのはタワーダイブに非常に優れたチャンピオン、まあ、先ほどのトップでの 1V1 を見てもまあそうですが、なのでそこを生かしてキラ選手を落とすことに成功すればそのままライオンゲーミングが一気にゲーム加速させられることになりますね。このブルーバフのコントロールもつながりますよね。これによって長い時間でのタワーの防衛というのはキラ選手ができなくなりましたからね。着々とミッドレーンのタワーへの動きをライオンゲーミング進めています。ボットレーンサイドにセイヤと入っていく動き、花で見えたか、スネがつながる、アルスが捕まっていますが仕掛けはしません。テンポは握ったとはいえライオンゲーミング後半まで強いチャンピオンというのはあまりいないので、この今有利を取っている中盤に一気に広げていかないと後半は逆に苦しくなってしまいますね。先ほどとは打って変わって少し逆の立場ということですかね。この今2つタワーを取ってゴールド的にも有利な状況で、まあ、どれだけ強気に仕掛けていけるかが大事ですね。やはりミッドレーンですか。ミッドレーンを取るかうまくローテーションで相手を揺さぶれればボットのセカンドタワーまで一つ狙っているのかなというような動きでもありますが、さあフィナーレファイトロータス捕まって、そして最後落ち着いてアミラクルにキロ今渡しましたね。ボットレーンこれをスティージョスうまく仕掛けました。さあチャージのタイミングを止めている、その間タワーを叩いています。2人やってきましたがさすがに止められますか。無理やりオーディ守りに行きます。
ただそこにキラも来る、キラも来る。ただトップレーンのセカンドタワーにはすでにジーラルが触っています。割った壁も張ったが、うん、クラッシュアウトはアルセ。ボットレーンのタワー破壊成功したのは ANX。 トップレーンのタワーはスマーフが無事で守れましたか。先ほどのソロ、ホワイトロードスダウンのシーンですね。いや、うますぎる。ゲームのテンポを早めていきたいライオンゲーミングとしては、ここでのホワイトロータス選手の捕まりというのは非常に痛いですね。代わりにボットタワー取り返されてしまいましたからね。いや、ブリンクナールルシアンで前段ヒットさせられたらもうどうしようもないですよ。精度は本当に素晴らしかったですね。テレポートをセイヤ選手持っているので、デュオをミッドに寄せてこのセイヤ選手をボットに持っていく1対1のような形からマップコントロール取っていければ十分相手を揺さぶることができるとは思うんですが、ただミッドラインにセイヤは居続けますね。テレポートは持っていますよ。さあシシつながる。さあオディ逆に仕掛けていった。キラに当たっている、キラに当たっているがどうだ、つなげられない。セイヤは前に出られない。逆にフィナーレ展開から狙っていく。オディはフラッシュアウトを選択しました。ホワイトロードスがボットレーンからやってきて二丁走者でダメージ出しているが、そこを捕まえに行ったスティジョス、おごりで手前に落ちた。フラッシュアウトは間に合っている。あとワンドットのところスティジョスが返していった。テレポートでジーラが入ってくる、間に合うかどうか。後ろから入ってくるメガナーにはなれる、メガナーにはなれるがスティジョスが捕まえている。動きができない。そこにスマーフもやってきた。ミラクルがダメージを出し続けている。キラがさらにキルを回収。調律はセイヤかわしているが、フラッシュやミラクルキルを取っていった。これは 3-1 と交換になりました。優位を取ったのは ANX。 今のところはスティジョ選手が完璧なおごりでしたね。最後の最後までデッドはしたものの仕事しましたね。特にホワイトロータス選手を E からのおごりで連れてきたというのは非常に大きかったですね。さあもっと飛び込んでるところ、オディ捕まった。さああとは小さいのを処理するだけですが、アルセが守れませんね。Q でしっかりとスネアもつなげる。いや本当にアミラクルのスキルショット精度はやばい、高いやばいですね。いやちょっと意見が分かれましたね。高いとやばいで、ね、そして ANX トップレーンでのタワーも獲得。状況は五分、若干 ANX がやはりゴールド的にもアドバンテージ握ったと言いますね。ここでのオディ選手を仕掛け、まだホワイトロータス選手が全然合流できていないので少し早かったのかなというような感じだったんですが、んーただ若干ホワイトロータス選手も強気に行き過ぎましたね。セイヤが前に出ると思ったんですかね。ADC、まあ、キャリーダメージソースの差がある分ここはANX が取っていきましたね。キラの Q も凄まじい。 ANX 本当にスキルショット精度が全員すごいですね。高いですね。うん、ライオンゲーミングとしても相手がタワーを支持してくるのであればオディ選手を使うザックはエンゲージしやすいチャンピオンとはなっていますので、そこでどれだけ集団性仕掛けていけるかですね。ここは耐えるというよりも逆転する発想でないと構成的にも非常に厳しいんですが、いやミッドのタワーはキラが割り切りました。さあ当たりに行く判断、リックリートに当たっているがアミラクルキラ両方フリーです。さあテレポートでスマーフも入ってくる。まだどっちもダウンはしていない。スティージョスが、ま、前線をしっかりと支えている。そのまま入れるか。ジーラルがまだメガナに慣れていない。アミラクルはフィナーレ展開、相手のキャリーにダメージをしっかりと出している。ジーラルここでメガナになった、メガナになったがもう周りに味方がいない。壁にはまれて前に出ることができない。そのままキルを取っていくな。アミラクルスマーフ選手のアルティメットが完璧でしたね。あれによってセイヤ選手とホワイトロータス選手が集団戦に全く参加できない状況を作り出していました。さあそのままインファーナルドレイク始めるのは ANX です。ワードレ見えてはいます。オディ1トリコをやめてスティールに行くかどうか迷っていますが、ここはバックを選択しましたね。さあインファーナル獲得は ANX、 そしてもう一度インファーナルドレイクです。ここのところは特に今ミッドタワーまで取られてしまいましたからね。構成的にもライオンゲーミングはもうすぐにでも逆転を狙う動きをしないとだん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 厳しくなってきますね。時間はやはり ANX 側に味方をしますからね。アイテム的にもライオンゲーミングパワースパイクはそれぞれ迎えてますよね。
やはり一つ構成の難しさとしてオディ選手がどこまで相手の後衛に対して演技仕掛けていけるかというのが一つあるんですが、ただ仕掛けたとしてもスマーフ選手のアルティメットによって相手の後衛がダメージ出しにいけないような状況を先ほど作っていましたよね。あれをどう回避していくのかというのが非常に難しいところでありますね。さあ強気に回りでスイジョスを捕まえる動きでスネアも入っていますが、スイジョス硬いクルダン待ってますね、これは。いや、寄らないか、いや、引かない、スイジョス引かない。そしてそのままミッドレーンにシージつなげますか。ただオディも返そうと狙ってはいる、無理やりウェーブクリアをする形。ボットレーンのスマーフサイドへローテーションしているのは ANX です。壁を使って道は塞いでいる、無理やり叩きに行くか。横からはセイヤが狙っています。さあオディ仕掛けていったがボディスラムで打ち落とした。ザックへの対処スティジュス完璧です。セイヤが狙っていればここはリックリートが待っている、見えている。スティジュス選手があのリアクションができるのであれば、ライオンゲーミングとしてはもう予想外の場所から仕掛けていくしかないですよね。正面から仕掛けても毎回毎回打ち落とされるのはもう今のプレーで分かりましたから、さらにライオンゲーミングとしては難しい形になりましたね。さあフィナーレ展開から、ただここはオディが入ってアミラクルのアルティメットは止めました。セイヤが間に合うかどうかです。キラがアルティメットでダメージを出している、さらには一斉攻撃、この AOE ダメージが突き刺さる。セイヤ間に合うか、セイヤ間に合うか、このタイミングで入ってきたがスティージョスが止めた、スティージョスが止めた。ただジーラルアルティメット4人に決めているが、ただもう味方がダメージを出せない。 ANX3 キル獲得。ファーストフォーカスでスティージョス選手にオディ選手止められなかったんですが、ただやはり後衛にも届いていなかったですよね。あれによって完璧にディスエンゲージが決まって、さらに装備的にはキラ選手も十分前衛から溶かしていけるような装備整ってしまっているので、今後の集団戦はライオンゲーミング本当に後衛をファーストフォーカスしっかりと狙わないと集団戦では勝てなくなってしまいましたね。ただ今横から入ってもスティージョス止めましたよ。今おそらく多分止められてはなかったですね。止められてはなかったですか。ギリギリのところでスティージョス選手の E は当たってはいなかったんですが、ただオディ選手の E も後衛には当たっていなかったように見えましたが、ここですれ違いが起きているんですよね。ただキラ選手であったりアメラクル選手に届いているわけでもないので、ギャンプランクのアルティメットで相手の後衛の足を止めつつ、こっちはゆっくりと敵の前衛から落としていくことができますよね。あれはやっぱりセイヤアルティメット使えてないですね。使う前にスタンの間に落とされてしまいましたか。スティージョ選手の反応も素晴らしいですね。さあ31分でボットレーンのインヒビター獲得は ANX です。今回はバロンチェックではなくバロン獲得まで行くかもしれませんね。そういえば中盤でのチェックの動きなくなりましたね。修正しましたね。さすがにまずいということですかね。ただバロンの視界を取った上でミッドレーンのタワー指示に行こうとしていますね。ボットレーンを押しているのはセイヤ、それにスマーフが反応している。調律から捕まえた、これはアルセとオディ両方捕まえている。スタンがつながる、スネアがつながる、リックリと前に出ていますがキャリーが前に出られないか、少し道の選択が難しいですね。ミッドレーンはホワイトロードとジーラーがいますから。ただ今のシーン味方を守るためにジーラーを、おっとこれはスマーフがセイヤを追い詰めている。そして最後はミラクル、フィナーレ展開、ミッドレーンのシージョつなげる、一斉砲撃使って相手をお完全にゾーンアウトしている。そしてダブルキル、アミラクル前に出るしかなかった。ホワイトロータス前に出るとキルをつなげられてしまう。そしてミッドタワー、これはインヒビタータワーでつながりますね。キャリー2人が落ちてしまっている状況で、ここまで来るとライオンゲーミングとしてはイニシエートを仕掛けてもスティージョス選手止められてしまう可能性が高い。さらに後衛は最悪フラッシュでよければ、いやまた止めましたねスティージョス。そしてアミラクルのダメージが突き刺さる、これはエンドゲーム狙ってるか、もうアップしますよ。ネクスタワーもう1本、残り6秒、スマーフ、いやセイヤ間に合うか、
ったらアミラクルとキラ、これはフリーでダメージで殴っている。相手はもう無視だ。ネクサスを叩いている。セイヤ間に合ったが間に合わない。 IWC 級2016ファイナルデイ2ゲーム2、勝利したのはアルバスノックスルナとなりました。いや、序盤のところでは両チームとも一つずつアドバンテージを取れそうな感じだったんですが、ただやはりボットレーンでの、まあ、小規模戦からですよね。一気に動かしていきました。そして今回本当にスティージョスが素晴らしいディスエンゲージでしたね。これはもうザック使えないですね。これはやはり厳しいですよね。ちょっともうザックでやりたいことすべてスティージョスに防がれてましたよね。今のシーンも一つ、まあ、スマフ選手もったいないところではあったんですが、ただリックリート選手のバードというのも本当にゲームを通して脅威でしたね。いや、またドラフトを再考しなければならないかもしれませんね。それでは次の試合まで一旦インターバルとなりますので失礼いたします。